メッケルはラインラントプファルツ州のビットブルクイコールプリューム郡の村。ビットブルク地区の中心から南に約10キロメートルほどの西アイフェルの中にある。谷間に広がりバンディストラッサ51が南東端を横切る。標高は300メートルから391メートルである。マインブルック・ウォンプラッツを含む古代ローマの大規模な遺跡が残り、 早い時期から人々が定住していた。この時代、メッケル・ギルザム通りに、ローマのガショフ・シャイメィル・シェックとマインブルック寺院があった。最初の文献としては711年から814年に、エヒテルナッハ修道院のハード・オイヌスのメキア、カムエケレジアで言及されている。18世紀後半のフランス支配時代まで、ルクセンブルクのビットブルク司祭のもとに属した。 1795年にフランスフォレ兼ビットブルク州の一部となりメッケル役場の管轄となりプロイセンの支配下でもその機構が受け継がれた1824年にイデンハイム市長がメッケル村長を兼ねることになり RHL、AH、管区に置かれた1860年に後継としてビットブルク市長が設置されて最終的に1970年の1970年の 気候及び領域改変で、他の4つの自治体と共にビットブルクランと連合自治体に加わった。2014年からビットブルガーランと連合自治体に属している。1991年に美しき我々の村で、金賞を受賞した。1871年から1987年の値は国勢調査に基づく、で、航路が EWR メッケル議会は、 2014年5月25日の選挙での当選者及び議長としてボランティアの村長の8議員で構成されている。特に南ルスバハスにはいくつか古い農家が残っている。1896年から1898年に建築家ラインホルトワーツが設計したセイバートロミオス教会もある。すぐ近くには現在墓地礼拝堂として使われている。 旧聖バートロミオス教会がある。同教会は15から16世紀初頭に西アイフェル地域に広がった後期ック様式の教会である。礼拝堂付近には非常に古い墓石や十字架が存在する。北のスバハスの建物は新建材を使ったものがほとんどである。この地区には宿があり、少し遠く行くと古く特筆すべきな矢がある。 アイフェルに広がる多くの市町村同様、農業が盛んである。この地域には、まだ兼業農家が残っている。周辺地域と異なり、工業やサービス業も、いくらかは存在する。旅館、製材業、建築業、ガソリンスタンドや休憩所などが、地元の産業である。しかし、ビットブルク軍近郊のほとんどの労働者は、鳥居や地域、またはルクセンブルクで働いている。 スタタスティシャス・ランディゼムット・ラインロント・ファルツ。アンタリシャス・ベルジー・シュニス・デア・ゲメーン・デン・ウント・ジェミン・タイル2014。セーテ68。スタタスティシャス・ランディゼムット・ラインロント・ファルツ。リー・ジェナル・ドットン。ハット・デア・ランド・スウィハイター・ラインロント・ファルツ。コミューニル・ウォール2014。スタット・ウント・ジェミン・ラッツ・ワラン。ハットで、ホーロが、クルデス・ブトリアー。ハットで、ホーロが、クルデス・ブトリアー。ありがとうございます。